結局、エレン・ベイカー先生が、アメリカ経済学を象徴するキャラなら、漫画的には、取り付いた魔物の存在を我慢せざるを得ない、そういう話には、なる。性格的な、問題として一夫多妻は根本的に容認し難い。しかし、ともかく、自分には無関係だ。そこに下がってくれれば、実際には問題は消える。経済学はまるで世界的な振動。それのごとく影響力を持っているが、実際には不景気を打開する術を持って、いない。専門外ですから。結論。商品が利益を出してくれないと経済は回復しない。それは当然の話で、それは、創作の世界でも同じ話で、だから、それ、は、経済学にはわからない。利益になる創作が好ましい。その、経済学的な視点では、でも、彼女にそれ以上はわからないわけだ。英語教師に数学を聞くようなことは無理だ。